はい、おはようございます。中央競馬予想 YC の馬券、今日は、今日の一発目はですね、一本目はですね、一発目とかなんか気合いですけど、一本目は、今日の、東京のメインレースですね。ちょっと良くないな映りが、第50回慶応杯2歳、口が回ってないよ。慶応杯2歳ステークスの予想をしたいと思います。よろしくお願いします。データ。デビュー戦を勝ったかどうかは重要ではない。で、キャリア一戦の馬は10年で1勝。2着に何回かける、2着1、2、1勝はちょっと危ないと。で、前走500万なら1着から2着、オープンなら1着から3着が基準で、実績すでに重賞を勝っていた馬は人気になるが軽視。どれだ。アクティブミノル、ミノルさん、ミノルさんはいらない。アクティブミノル、ミノルさんね、ごめんなさい、どうでもいい話なんですけど、昔前の職場でですね、なんか、ミスがあるとですね、必ず上司がですね、まあ、ミノルさんと、僕、陽一堺ですけどね、ミノルさん、堺ミノルさんと、なぜかダメな人をミノルさんと呼びつけていましたので、まあ、どうでもいいか、それはどうでもいいか。どうでもいいですね。はい、まあ、すでに重賞を勝っていた馬は人気になるが軽視と。これどういうこと？過去10年で来てない。重賞勝ち馬は来てないということか。デイリー杯2着。そうですね。重賞勝ち馬は過去10年では来ていないということですな。はい、もうなんかちょっと印とかあるから、なんか打ってますけどね。そのね、とっととやるか。とっとやりましょう。はい、僕の本命はですね、最内のサフィロスですね。前走、カンナステークスですね。まあ、3コーナーで行きたかったところを見せたんですけどね、ゴール前ね、何だったっけ相手、ゴール前直線ね、新潟の直線、長い直線で、まあ、狭いところですね、無理やり、こじ開けてきての一着っていうのはね、すごい強い競馬だったと思います。もう強引にこじ開けてきましたからね。まあ今回も、最内枠、まあね、前々で5番手、前走が5番手追走だったか、まあ、前々で追走して直線伸びてくるんではないかと思いますので、ね、サフィロス本命にしたいと思います。対抗は、まあちょっと硬いと思うんですけど、脇の響きですね。まあ、ダリア賞がですね、もう差し足が鮮烈でした。ね、で、まあ、新潟2歳ステークスはちょっと大敗したんですけど、まあ、その後、京都の、もみじステークスでしょうか、もみじ賞でしょうか、ちょっとあれですけど、まあ、上がり総意速で2着と。
切れ足は抜群だと思いますので、長い、東京の直線なら、合うと思いますので、対抗、まあ対抗というかこれは一着勝ち負けありだと思います。で、まあ3番手はまあ実績から西のフラッシュですね、はい、まあ2走前に、ね、新潟2歳ステークス3着に敗れてますが、その後、くるみ賞ですね、こういう追走から、抜け出して、アクティブミノルを、捉えての一着と、まあね、1600m でね大敗した馬がですね結構馬券に絡んできているということで、まあ3番のあ3番のじゃない、ちょっと爆心王3区爆心王3区どうか東京でどうかと思うんですけど、西のラッシュですね、3番手、まあ距離短くなるのはプラスでしょうね。ちょっと外枠っていうのは気になりますけど、まああとはあとはまあ逃げ粘りを警戒してのアクティブミノルミノルさんですねを抑えて、買いたいと思います。もうここは3連単ですね。買い目は3連単でいきましょう。3連単、1番4番の1番4番、逃げ粘っての1番4番1番4番ダメだな1249の1249でいきます。ちょっと見えづらくなってしまった。ちょっと待って見やすくするわ見やすくするわ。あ、ご飯粒がちょっとね牛丼をこぼしました。牛丼をこぼしたのですよ、ごめんなさい。ちょっと生活感ありありなのが嫌ですね。はい、はい、3連単ですね。3連単で、14からの1249、ブレすぎだろカメラ、1249でこれで何点だよ、何点だろう、1が頭だと1212×362×312点合ってっかな、12点、3連単12点で勝負をしたいと思います。現実的に100円、1点100円で、計1200円ねで遊びたいと思います。では、この後は、京都のメインレースですね、ファンタジーステークスの予想をアップしますので、そちらもご覧ください。昨日の、夜、アルゼンチン共和国杯の動画も、グダグダですがアップしておりますので、そちらもご覧くださいと、はい、まあ
なグダグダの競馬予想でございますが、どうぞ皆さん、馬券購入の、馬券購入の検討に、この動画を使っていただけたらと思います。まあ当たればヒカキンさんがよくやっているグッドボタンを押してください。外れればブーってやって低評価で構いませんのでつけてください、はい、あとは、チャンネル登録をしていただけたら、幸いでございます。では、この後も引き続き、YC の馬券、お付き合いください。とりあえず失礼いたします。